はい、ライフサイエンス統合データベースセンターというところが来ました。中里と申します。中里です。後でまあちょっと詳しめに自己紹介しますけど、ちなみに私ツイッターやってまして、このカエルのアイコンでチョークですっていうアカウントでやってます。これですね。でなんかつぶやきのイメージを取ったら今日の 昼ご飯がここに載ってますけど、まあいいんですけど、なんかハッシュタグがあった方がいいよねっていう話になりまして、っていうのはネット上でなんかどうかなっていう話をしたら、あった方がいいっていう話だったので、なんか、アジャックスっていうのでツイッターやってる方は、このハッシュタグ付きでつぶやいてもらうか、まあ、もしくは私がこのチョークですってアカウントなので、これ宛てにつぶやくと、まあ、どっちかとこっちのアジャックスの方がいいですけど、僕らの 仲間がっていうか、今日はまあ今私が喋ってますけど、このあとあさってとかしあさってとかに出てくるような講師陣が皆様の動向を見守ってまして、ネット上で、でなんか困ったことがあると彼らが助けてくれるそうなので、なんかこの辺が分かんねえって言って、こういうアジャックスっていうハッシュタグ付きでつぶやくと、まあハットが飛んできて助けてくれることになってます。で、なんでこのアジャックスかっていうと、僕らというか、まあ、私はその DBCS っていう統合データセンターとか来たんですけど、あとここの今回の講習会の主催の NBDC と、まあ、コラボしてというか NBDC がメインなんですけど、講習会を、まあ、いろんな大学を巡ってやってまして、で私も、いつだったかな、7月に信州大とかで喋ってきたんですけど、その年に何回かいろんな大学で講習会やってまして、そのサイトがモットデビーっていうんですね。で講習会のその略称をアジャックスっていうので、まあ、ちょうどこれも講習会だから、まあ、同じアジャックスを使いましょうという感じになっています。であ、はい、失礼した。でバイオリナックス、皆さん入りましたでしょうか。試しに立ち上げてみていただいて、うまくいくとこういう画面が出るはずなんですけれども、この画面までたどり着いてますでしょうか。こいつは一体何を言ってんだろう、全然自分はできませんっていうか、いう方は どうでしょうね。後ろから見ていただいて、どんなですか。結構トラブっていう、いや、あんまり皆さんがおできになると私が今日喋ることが終わってしまうので、じゃんじゃんトラブっていただいて構わないので、遠慮なく手を挙げていただいて。パスワードがわからない。ちょっと待ってね。まずこういう画面がですね、これバーチャルボックスなんですけど、まず立ち上げることになるのかと思います。でここでここのバイオリナックスっていうところを、こっちでいいかな、ここですね、これをクリックして実行ってやると、この画面になると思います。でちなみに、今はこれですね、皆さんユーザー名がアドミン1409になってます。で ここにパスワードを入れるんですが、ここの後ろに私がここに立っていると見えないかもしれませんが、パス1409っていうのを入れます。
と立ち上がるという仕組みになっております。でこれはあのインストールガイドがですね、さっき の, あの短縮 URL のここですね、この門田さんが作られた人材育成カリキュラムのところに、インストールのマニュアルがあって、多分この中の PDF に書いてあったのでちょっと分かりにくかったと思うんですけど、改めまして中里です。割と皆様があのインストールとかが順調に進んでいるようなので、明日しゃべることも今日しゃべらないといけなくなるのかもしれないんですけど、今見たら資料が後ろの方にあるので、まあ後であのそれは取っていただくとして、今日お配りしてある資料まではとりあえずしゃべって、で、まあ、その後休憩にするとかしないとかで、取ってもらう時間を作るか、まあ前からお配りするかなんか、あそこになんか積んであったので、とりあえず今多分お手元にある資料の分まではあの までしか喋らないので、あのその後休憩入れるとかなんとかはあの対処します。でもツイッターやってますって話でして、自己紹介を今更ですがあのやりたいと思います。中里健と申します。人弁がつく中に山里の里に猛暑がとどまると書いて中里健なんですけれども、あのもうすっかり涼しくなりまして、このネタ使うのもなんかはばかられる感じでございます。で、ライフサイエンス東大食べセンターというところから来ました。略して、DBCLS っていうふうにな、組織です。で今日ここの主催が NBDAC っていうところで、それはあの JST っていう、これ言うと怒られるかもしれないけど、あの何年か前に民主党政権であの事業仕分けってなっていろいろボコボコにされたっていうあの組織なんですけど、もともとそっちの方でバイオマテクスの、 あの国として の, そのサポートっていうかプロジェクトが走っていて、それとはまた別に僕らの方で文科省からやっぱりお金をもらって、そのデータバイオ関係のデータベースをなんとかしましょうっていうようなあのプロジェクトが走ってまして、でそうするとあのプロジェクト2つダブっちゃうわけですよね。でじゃあ一本化しましょうっていうふうになって、で JST の方に一本化されて、で僕らは、今それ、NBDC と共同研究みたいな形になってまして、でそっちの JST の方がまあ発展的にこう改組されて、まあ、いろんなそのバイオインフォマティクスのデータベース周りとかの、まあ、お仕事をやっていると。で組織的には2つあって 何が違うんだろうって思われるかもしれないんですけれども、一応こういうふうに私は説明してるんですけども、僕らは、DBCLS の方は銀行でいろんな自社の業務をやってると。で NBDC の方はホールディングスで例えば戦略立案とかその全体の統括みたいなのをやってると、そういうふうに思っていただければと思います。で、私のバックグラウンドなんですけど、1999年が、学部4年生で東工大の生命理工っていうところで、浸透圧調節とかイオン輸送とかの、モルキュラークローニングをやってました。でその後実験に挫折をしまして、2002年にバイオインフォマティクスバブルに乗って NEC っていう、昔はもうパソコンで有名 でその後携帯電話で有名で、今何が有名なんだろうっていうような会社に行きまして、でそこのバイオインフォマティクス事業がちょうどできたんですね。でそこで文献検索とかのツールの開発とかをやってました。でただ NEC っていうのは IT 企業でして、入って5年ほど経ちましたら、君らは成果があんまり上がってないねと言われて部署が取り潰しになりまして、でその後、営業の方に飛ばされて、それまでずっとあの今日あの喋るんですけど Linux とかをこう使って、まあ、Linux を使ってって言ってもあのこれ入った時に君はバイオの
実験系のことをウェットってよく言うんですけど、ウェットの出身でパソコンのことあんまり分かんないよね、じゃあまずは Linux とパール覚えようって当時の上司に言われて、今日喋る内容は今日とか明日喋る内容はこの2002年に私も彼は始めたんですけど、とりあえずそうやって Linux とかを使ってソフト開発してたのが2007年4月というか本当は3月20日で4月1日飛ばされる10日前に言われたんですけど、君は10日後から営業ねって言われて、って思って10日後行ったら、ここから半年間ずっとパワーポイントで、厚労省とか総務省とかにこう営業さんがよく行くわけですけど、そこに行くためのパワーポイントの資料をひたすら作るというようなことを半年やってました。で、半年やってて腐ってたところ、大学院の時とかその NEC の時とかにいろいろ今日来てた中村さんとかとも仲良くなりまして、今いるこの DBCLS の同僚から「お前そんなところで腐ってんだったらうちで仕事しろ」って言われて、喜んで行きますと言って2007年9月に移って、早この9月で7年、もう NEC 時代より長く今の場所にいるというようなことになってしまいました。で、学生時代は何をやったかというと、こんな実験生物を、これ今流行りの絶滅危惧種ウナギなんですけれども、さっきも言ったように私は東工大の生命理工というところにいたんですが、共同研究でここの東大の今は大気海洋研っていうんですけど、当時海洋研っていうのが中野にありまして、そこの先生と、共同研究をしてました。で、東大のその海洋研の方はどっちかというと生理的なことが強いラボ で私がいたのは分子生物学のラボなので、で、何でウナギかっていうと、ウナギってサケとかマスと同じで淡水と海水両方生きる魚なんですよ。ただサケとマスと逆で、サケは淡水に上がって卵を産むんですけど、ウナギは海水の方、海に下って卵を産むんですね。で、大人になって川に上がってきてっていうことをやるんですけど、そのもともとその私がいたラボが血圧調節のラボで、その外の外界、ウナギの場合は外の外界のそのイオン濃度がだいぶ変わるわけですけど、そうすると、淡水だったらば水が入ってきて塩分が抜けちゃうと、海水だと塩分が入ってきて水が抜けちゃうと、でそれはどっかで切り替えをしなきゃいけないっていうことをやっていて、どういうふうに分子的にその変わるのかっていうのを、研究をしてました。じゃあなんでサケとかマスを使わないかっていうと、サケはシーズンものでしかも高いんですね。当時まだウナギは1匹1000円ぐらいで、1匹1000円ぐらいでもだいぶ高いと思うんですけど、ウナギ屋さんはあちこちあって、であそこはもうキロ単位でドッと仕入れるわけですけども、そのキロ単位で仕入れると、その中には病気になってたり怪我したりするやつもいて、でウナギ屋がこっそりそれ跳ねてるんですね。でその跳ねてるやつをこっちに横流ししてもらって、で、1匹1000円ぐらいでやってたんですけど、多分今もっとだいぶ高くなっちゃってて、で私のいたラボでは今フグ、淡水海水両方いけるフグを使って、こういう実験をしてます。で、なんか全然バイオインフォマティクスの話じゃないんですけど私が探してた、追っかけてたのは回る分子があって、膵臓とか腸になんかゴボッと発現、遺伝子発現してるなとか、でこれは淡水から海水にウナギを移した時に遺伝子の量がどう変わってるかで、6時間、1日、2日、7日でちょっと7日のところかすれてますけど、淡水の時はないんだけど1日2日になってくるとどっと増えてるねっていうようなことを、学生時の時はやってたわけですね。で一応このどういうモデルかっていうのを立ててやったんですけど、一応かけてたのが学部4年の時は、ちょっとどんどん脱線しますけど、学部4年の時は私恐山うぐいの有酸適応機構っていうのをやっていて、で恐山ってイタコで有名なとこなんですけど、あそこは火山地帯なので硫酸酸、硫化水素って火山ガスがよくこう卵の腐った匂いってやつですね、
あれがこう飛んでるんですけど、それがこう湖がありまして、湖に溶けて湖が pH3.5 って料理用のお酢ぐらい酸っぱい湖になってまして、そこに魚がウグイっていう魚がいるんですけど、なんでそれが生きられるんだろうかっていうのを学部4年の時に先輩の仕事のお手伝いでやっていて、でその先輩はその硫酸の酸の H プラスの方をかけてたので、じゃあ中里君は硫酸イオンをやろうっていう安直なことで、硫酸イオンのトランスポーターってこの細胞膜に発現してイオンを輸送するようなやつですけど、それをかけてたんですけど、取れたと思ってよく調べてみると、硫酸じゃなくて重炭酸イオンという HCO3- っていうのを輸送するんですけどっていうのがまあ一応分かったんですけど、じゃあこういう仮説を立てて、で、重炭酸イオンっていうのをこうここ腸の中ですね、にこう出すと、この中にはまあ海水とかでカルシウムマグネシウムがたくさんあるので、こいつらとこうくっついて沈殿して、沈殿すると浸透圧を下げますから水っぽくなるので、水がこう吸収できますよっていうモデルをマスター2年の2月に立てて、後輩にあとよろしくと言って、私は卒業してしまって、後輩には多大な迷惑をかけたんですけれども、ちょっと前座が長くなりましたが、さっきも言いましたように、私こうやってずっと実験を学部まで学部じゃない、マスター2年まで学生時代やってまして、で今日話すような Linux もその後会社に入って、当時の上司に Linux とパールを覚えようと言われて学び始めてやったので、まあ、ビビらずに、まあ、今日はその実験の人と情報の人と両方いると思うんですけど、実験の人もですね、今日やるのはちょっと難しいなと思うかもしれませんが、ぼちぼちやっていただければと思います。で、またまた宣伝なんですけど、じゃあ今何をこの人はやってるんだろうということなんですけど、今やってるのは、さっき中村さんがお話しされた SRA っていう公共の NGS データのアーカイブが、中村さんのおられる DDBJ っていうところでやってます。で、DDBJ っていうのはこういう次世代とかのデータを集めるのが仕事なんですね。で、僕ら DBCLS っていうのはそういう集まったデータをいかに皆さんが使いやすくするかっていうような仕事をしてます。で、ちょうどその中村さんのおられる遺伝研と私のいる DBCS の上位組織が一緒ってのもあって、あとまあいろんな経緯があって、私も今中村さんのと同じ遺伝研で、場所は遺伝研で勤めてるんですけど、とりあえずその DDBJ で集めた NGS データをこういろいろ加工っていうか、まとめまして、それを検索サイトみたいなのを作ってます。で、実際にお見せしますと、こんな感じですね。もうちょっと言うと、例えばこれ次世代シーケンサーのデータが今、4万5千件ぐらいかな、プロジェクトで4万5千件ぐらい入ってて、これがトータルのやつですけど、いろんな目的に使われるんですよ、次世代シーケンサーっていうのは。例えばゲノムを読むとか、発現見るとか、メタゲノムとかエピゲとか、こういろいろあるんですね。で、まあ、一番多いのがこのホールゲノムで、まあ、大体半分ぐらいかな。で、次がトランスクリプトムで使われてるなっていうのがこう分かりまして、で、例えばいろんなキーワードで検索すると思うんですけど、そうすると、例えば発現を見たいっていう人が微生物のゲノムの結果が出されても困るわけですよ。なので、そういうのをこう発言だけとかゲノムを読むのだけっていうふうに絞り込んで検索できるようにしていたりしてます。で、これまた別のグラフで、次世代シーケンサーって、まあ、シーケンサーってぐらいだから機械なんですけど、ここにこうごくごく一部、この3分の1って書いてますけど、これの大体まあ 2.5 倍ぐらい機械があって、で、とりあえずまあ今一番上はイルミナ社のが出てますけど、これがドカーンと伸びてますが、これがどこのシーケンサーかというと、こうポッと当てると、
イルミナのハイセック2000っていうシーケンサーがあって、まあ、それのデータがこうガンガンに伸びてるなっていうのがまあ分かるわけですね。でこう最初の頃はこのなんかこの今高いやつは下の方を張ってて、でこの水色のがあのいたわけですけど、この水色は何だろうってこうやってると、まあ、やっぱりイルミナだったんですけど、イルミナの GA2 っていうのが、まあ、最初はよく使われてたと。でちなみに3番手ぐらいまでご紹介しますと、3番手は454の GSFLX チタニウムっていうのになってますね。ちなみにこの裏はですね、ハイセック2000ってやるとこっちの右側をクリックするとこうグラフが消えてニューッとスケールアップするような感じにこうちょっと良さげに頑張って作ってみてたりしてます。なんかだんだん雑談が長いんですけど、で、まあ今のなんかカテゴリーが検索するっていうのはこのなんか上の方の話 で実際にキーワードを入れるのがまあって、でこの下にこうホットデータとかいうのがあったりしますけれども、今回の講習、まあ、2週間ありますけど、その中でクオリティチェックっていうファスト QC っていうのを使ってクオリティチェックをやったりします。で、次世代シーケンサーのデータってすっごい重いんですよね。4ギガとか5ギガとかあって、まあ、今回のそのブラウニナックス入れるのも 7. 点何ギガのを入れたと思うんですけど、同じぐらいのデータがボコボコあって、でそれをこう探して、まあ、例えば自分で落としてきて解析とかやったりするわけですよ。で落としてきてなんかしょぼいデータだとすごいこう精神的にもダメージを受けるので、なるべくそういうのはこう取らないようにして、うまくいいデータだけをこう取っていきたいなっていうふうにこう思ってまして、で、まあ、ちなみにそういうのもあってこうやってホットパブリケーションズっていう文献がついたあの NGS データっていうのも検索できるようにしてまして、そうすると一応分、論文として発表できるぐらいのそのデータのクオリティがあるだろうということで、ここから左側ですね、こっち側が文献のデータで、まあ、例えばプロスワンでこんな感じの、ネマトードって書いてあるか、線虫かな、線虫のなんかで、論文が出てて、でこれの実際のデータがこっちの右の SRA160488 っていう、でここからたどって データのダウンロードができるみたいなのをやったりします。でよく見られた方はこのホットパブリケーションズの下に何やらこう書いてあって線で消してあるなと思うんですけれども、これは今非常にホットな神戸方面のスタップ細胞の論文でございました。で論文はリトラクトになったんですけれども、データは多分まだ残っていて、切るかな、これさっきあの中村さんがご紹介してた DDBJ の方 あのサイトですけど、ここに SRA っていうのがあって、一応ここからデータはダウンロードまだできるんだと思います。ってこんなこと喋っていいのかな、まあ、あの雑談です、はい、すいません。まあ、雑な体の本題にいきますけど、これもあの中村さんが喋ったんですけど、今回の講習でまあ一応注意がありまして、今回90人ぐらいいるんですよ。でみんなであのじゃあクリックしてくださいって言うとみんなカチカチってやるわけですよね。でそうすると何が起きるかっていうと、向こうからするとあ攻撃されてきたって思うわけですよ。東大が一斉になんかこう100人ぐらいでわって、まあ、100人とは分かんないですよね、人がいるかどうか分かんないから、なんかこうプログラムかなんかでとりあえず100回ワッとアタックしてきたって思われちゃうわけです。でそうするとその受けた方はその困るから悪菌アクセス禁止にして、あ東大から来たってとりあえず東大をこうバッとブロックしちゃうんで、あの
多分ここで喋る人がいやここをクリックしてくださいって言うかと思うんですけど、なんとなくこう周りを見てタイミングを外して難しいんですけど、あのもしくはあなんかこの話はちょっと分かってるから先行こうと思ってあらかじめこうクリックしとくとか、まあなんかこうバラバラっとやっていただけたらと思います。で、まあやっとこそ本題に行きまして私が今日の午後とあと明日1日喋ります。で、何をやるかっていうと、まあ、バイオリナックスっていうのに、まあ、触れてみましょうと。で、まあ、触れてみると実は Windows とか Mac と最近のはさほど変わらないと。で、ただまあちょっといろいろ呪文が出てくると。で、それをまあ一応基本的な呪文2週間かけて、まあなんかこういうプログラム書けますねって言っていろいろ書けると思うんですけど、例えばプログラムを書けた結果の中身を見るとか、たくさん行があるからとりあえずその一部だけ見るとか、でそういうこう呪文をですね紹介しますので、それをこうとりあえずなんか多分私が喋る部分はつまんないと思うんですけど、実際にその私が終わった後ですね、あの計算していって、でもう割と多分喋る側は当たり前のようにじゃあこれ見てくださいって言うと思うんですけれども、一応あの私自分でもなんですけど頑張ってコマンド集をおまけで作ったので、一応それを見て、あ このコマンドを使えばいいんだなっていうのをあの、まあ、参考にしてもらえたらと思います。で、最初のタイトルはなんか戻りますけど、文字でこうやって書いただけですよね。で、まあ、さっき中村さんがいろいろ喋っちゃったんで、もうあの読み方も多分分かると思うんですけども、これユニックスって読みます。で、まあさっきいろいろ喋られたのにまた喋るのもなんなんですけど、まあ、ユニックスってのあって、で OS です。まあ簡単に言えば OS です。で、 OS って何かっていうとオペレーティングシステムの略で、コンピューターを動かすための、まあ、プログラムっていうことになります。で、まあ、皆さんが多分ここにあのここにおられる皆さんはこっちの Windows か、まあ、今 Windows 8が出てるのでこの画面じゃないですけど、私は最近 Windows を使ってないのでごめんなさい、この Windows 7しか画面が撮れませんでした。で、それか今ここにあるのは Macintosh で MacOS 10っていう OS をまあ使ってるわけです。で、なんか今日ずっと同じような話ばっかりだと思うんですけど、Unix にはめっちゃ特徴があって、マルチユーザーっていうのとマルチタスクっていうのが、まあ、割と大きな特徴になります。で、マルチユーザーって何かっていうと、まあ、そのまんまで一度に複数のユーザーっていうことですね。で、これはまあ普通のノートパソコンなので、こう二人羽織したって二人使うことはできないんですよ。まあ、本当はできるんだけど、その外からアクセスすればできるんですけど、基本的にはこれは一人で使うためのコンピューターで、だからまあパーソナルコンピューターっていうわけですけど、Unix っていうのは、まあ、イメージとしてはそのこういう遺伝犬のスパコンみたいなのがあって、でこれにみんなでログインして、でこの中のスパコンにその Unix が入っていて、でみんなが一度にアクセスをして、でみんなが一度に使うと、そういうのもマルチユーザーっていうわけですね。で、まあ、マルチタスクもやっぱり同じようにあの当たり前の話で、まあ、一度に複数の仕事をこなすっていうことですけど、まあ、ある人が例えばスパコンで次世代のデータのマッピングをやってる裏で、また別の人のが次世代のデータのクオリティチェックをやってると。で、またこう SE さんみたいな人がいて、ソフトのバージョンアップももしかしたら裏でやってるかもしれない。で、こういうのを一度にこなすで、まあ、マルチタスクっていうふうに言われるだけですね。一応その昔のパソコンもマルチタスクっぽかったんですけど、
エセマルチタスクで実際はシングルタスクをこうなんかブチブチに切って、A っていうのをこう何、まあ、コンマ何秒かやった後に別の仕事をコンマ何秒やって、でこうあたかも人から見ると複数動いてるように見えるけど実際はシングルタスクでこうシーケンシャルに、パラレルじゃなくてシーケンシャルに仕事をしてたっていうようなこともありますが、だいぶその最近、まあ、コンピューターの性能が上がってきて、まあ、一応マルチタスクもこういうパソコンでもできるような感じにはなってはきてます。で、ここでまた一個強調したいのが、さっきその SE さんがみたいな話をしましたけど、こうやってユーザーたくさんある中でその管理者として何でもできるこう、まあ、コンピューターで言うと神様みたいなユーザーがいるんですね。でそれはスーパーユーザーとか、あとルート権利を持った人っていうふうに言ったりします。で、まあ実際にそのこういう人が何をやるかっていうと、例えばいろんな人がデータ、ソフトをバカバカ入れちゃうと、そのソフト同士が衝突して例えばバージョンが複数あったりすると壊れちゃったりするわけですよね。だからみんながいろんなバージョンのを入れたがために衝突しちゃって結局誰も使えなくなっちゃったみたいなことが起きるので、そういう例えばファイル、プログラムを入れるとか消すとかバージョンアップするみたいな感じのはこういうルート権利を持ってないとできないみたいな感じの、まあ、ちょっと 特殊なユーザーがいるということを、まあ、ちょっと覚えてください。で、まあこの Linux とかの話も午前中あったわけですけれども、Unix は割とでっかいパソコンじゃないコンピューターとかで、まあ、入れるようなイメージでだと思うんですけど、 Linux は、まあ、こういういわゆるパーソナルなっていうのかな、パソコンレベルでこう使えるような Unix 環境を、まあ、最初は提供してたと。で、一応その Linux っていうのは、まあ、午前中中村さんが喋ったように Linux カーネルっていう、まあ、ものを使っててるもの、そういうのが定義だったわけですけれども、一応その Linux カーネルを使っていれば、まあ、いろんな Linux が生まれまして、でそのいろんな流派というか宗派は、まあ、ディストリビューションというふうに呼んだりします、まあ、この辺はまあ雑談ですね、一応この流派がいくつかあって、まあ、デビアン系とかレッドハット系とか、あとまあスーゼっていうのがあったりして、で今回皆さんが入れてるバイオリナックスっていうのはこの Ubuntu っていうので動いているので、いろんな設定はデビアン系とかに、まあ入るはずです。で他に、まあ、Linux を例えば Windows の普通のマシンに据え入れようとするとこの Fedora とか CentOS とか、まあ、ちゃんとしたレッドハットを入れたりもする方も結構いると思うんですけれども、その場合はまあレッドハット系のまあ設定とかに従うと。で他に、さっきその私が見せた実際シーケンサーの検索サイトっていうのは、やっぱり Linux で動いてて、でその OS はたまたまなんですけどオープンスーゼっていうので動いていて、まあ、私は今までこのデビアンとかレッドハットばっか使ってたんでオープンスーゼは設定が違うんでもう四苦八苦してるんですけど、まあ、ソフト、まあ明日のだいぶ後の方でパッケージのインストールっていうのをやるんですけど、その時の、まあ何を使うか、プログラムを何を使うかとか、あとまあ設定どうするかの書き方がちょっと違うぐらいで、乱暴に言うと私は関東人なのでよくわかんないですけども、こう大阪弁のこっちが大阪弁でこっちが京都でこっちが兵庫みたいな、関東人が聞くとみんな関西弁だろみたいな感じで、なんな感じですよ乱暴に言うとだから、よくよく知ってる人が見ると全部こう違うんだけど、肌から見るとほとんど変わんないんで、あんまりまあこの辺を気にしなくても大丈夫でございます。でこれもまあ午前中に喋ってたんですけど、まあ、カーネルとシェルっていうのがあって、でカーネルっていうのはこの、
CPU とかメモリとかディスクとかキーボードとかマウスとかこういう各機械を動かすのがカーネル部分で、でここにまあユーザーがいて、ユーザーのやり取りをやるのがシェルっていうやつで、で実際にその、まあ、このシェル部分のそのやり取りをしているのが、まあ、こういう話がありましたけど、まあ、本当にそのシェルとか TC シェルとかバッシュとか Z シェルとかあるんですけど、今回皆さんが使っているバイオリナックスにはこの Z シェルっていうのが入ってます。でマッキントッシュをお使いの方だと、ターミナルっていうのがあってやっぱり開けるんですけど、それはバッシュ、このバッシュですね。だいたいこのバッシュか Z シェルが皆さんこの界隈とか私の周りでは使ってるかなっていうふうに、と思ってます。で実際に立ち上げるとこんな感じの画面があるわけですけども、そうですね、ここまでだね、はい。よっ、はい、こんな画面が、まあ、とりあえずどんな感じかっていうのイメージをお見せするだけなので、まあ、自分でいじってみてもいいですし、こっちを見てもらうだけでもいいんですけれども、最初皆さんはこのバーチャルボックスっていうところから起動っていうのをやって起動させたような記憶があるんですけれども、このバイオリナックスの終わらせ方はまずこの右上のところにですね、これ何回も出ちゃってんの、これ消せんのかな、この右上のところに歯車マークがあります。ここをクリックすると一番下にシャットダウンっていうのがあります。もうシャットダウンを押すとこのバイオリナックスが終わってくれます。終わらせちゃっていいですか？試しに終わらせてみてもいいですよ。終わらせてみましょうか。本当に終わらしますかって聞かれて、こう終わります。終わりました。はい、電源オフになってます。一回立ち上げてみました。で今このバーチャルボックスっていうのを入れて、でその上で、バイオリナックスっていうのを動かしてるんですけど、バーチャルボックスっていうのはエミュレーターっていうんですけど、今これこっちの周りになんか波の壁紙が出てますけど、これもともと Mac の、私の場合は Mac のシステムをまあ使ってるわけですね。でその上でなんか別の OS をこう立ち上げるっていう時に、そのエミュレーターっていうソフトを入れて、エミュレーターを介してこの別の OS をまあ入れて動かすっていうことに、動かすっていうのはソフト、まあ、こういうことができたりします。で、まあ、私も EBCS っていう、まあ、大学職員みたいなことなので、まあ、いろいろ出勤簿とか出すわけですよ。で出勤簿なぜかって怒られんな、マイクロソフトワードのとか Excel とかの形式なわけですよ。でそうするとワードとかエクセルでそういう出勤簿を書かないといけなくって、で
そのためにはどうするかというと、 Mac 用のワードを入れるか、 Windows 用でガバッと買ったライセンスのを入れるかとかなったりするわけですね。なのでこのバーチャルボックス入れて、その中に Windows 入れて、ここで Windows 立ち上げて、ここのオフィスでってやってる同僚もいます。Mac 用のオフィスを買ってる人もいます。今そんな感じで、最初来た7年前に書類仕事もあるので私は Windows マシンを買ってもらったんですけれども、まあ、他の人もそうなんですけど、最近はこういうエミュレーターとかにの上で Windows を動かして、で書類を作ったりとか、まあ、最近は Google Docs とかでやったりもしますが、そういう時とかにも割とこのエミュレーターって使ったりします。で、まあ、この上にいろいろエラーメッセージが出てるんですけど、これ所詮エミュレーターで Mac の上に動いてるシステムなので、別にその気にする必要はなくて、はいはいってこう消してもらえれば全然構わないですし、この Bio Linux を皆さんがこういじり倒して、たとえ壊れたとしても一回また消して、でこうエミュレーターの上でまた入れ直せば、データさえバックアップ取っておけば、すぐ環境戻るので、あんまりビビらずにこうワシワシ使い倒す感じでやっていきましょう。おっとっとっとで、あと何だったかな、はい、何言うと思いました。で、一番左にこういろいろボタンがありまして、まあ、適当にこうポチポチ押してもらって 何が立ち上がってくるのかなってこうやってみればいいんですけど、例えば上から2番目だとホームホルダーっていうのがあって、まあこの辺 Windows とか Mac と本当に一緒ですよね。今ちょっと Mac でやってみましょうか。こうですよね。こう Mac でファインダー開くような要領で Bio Linux でこうファイルのとかのリストをこう開くみたいなことができたりします。すみません、そうすると例えばその、来週とかの講義とかで新たにこうファイルを追加とかしてくださいってなったら、例えばその Mac のところにあるファイル、なんか自分でこうダウンロードしちゃったものをそのままこうドラッグ&ドロップそこに持っていけることができるんですか？それは非常にいい質問で、設定をすればできます。設定をすればできますっていうのは、私今やってないんですけど、一番確実なのは Bio Linux ファイル共有とかでググるとやってる人がいまして、ちょっと実際にどうやるのかはにわかに思い出せないんですけど、なんか共有ディレクトリーみたいなのを両方で作って、それを共有すると、例えばここからそのMac 上のディレクトリフォルダーを参照するとか、だから Mac に置くとここから見える、 Bio Linux から見えるっていうこともできたりしますね。時間あるからちょっと見てみましょうね。バーチャルボックスか。今ここで関わる話としては、来週の川岡先生の講義が、はいはい、まだそこのバイオリナックス上にファイルがないんですね。はははそれをなんかどうにかしてこう ZIP ファイルをバイオリナックス上に置いて、はいはい、なんか作業ができる状態までして、はいはい、現実的なのがあります。なるほど、これだ。ちょっと嘘を言いました。バーチャルボックスの方ですね。バイオリナックスじゃなくてエミュレーターソフトのバーチャルボックスですけど、バーチャルボックスの共有フォルダー設定っていうのがなんかあるらしくて、まあ何やら入れろとか言われて、この場合だったらまあかな。Mac 側で、まあ、なんかフォルダを作って、でバーチャルボックスで設定っていうところで、設定をクリックします。広告が入ってる。
え、共有フォルダーってなのか。できるのかな。ほら。バーチャルボックスの側で、これはちょっと邪魔だから今動かしますが、バーチャルボックスの側で設定ってやると、一番右のところに共有フォルダーっていうのがあるので、ここで何やら指定をするようです。とりあえずなんか、ね、今日夜バシャマリン作っていただいて明日でいいですね。設定どうするんだろうってこう今ガシガシ書かれてると思うんですけど、バーチャルボックス共有とかでググると一番上に出てきます。いや、こういう時に一番とか求められる能力っていうのは、プログラミングをいかにうまくやるかじゃなくて、いかに情報を探し出すかっていうところなわけで、先人がこういろいろ屍となって、こういうエラーが出た、どうしよう、こうやってやってみたらうまくいったっていうのが山ほど転がってるので、例えばそのバイオリナックスうまくインストールできませんっていうふうなメールを私もいろいろいただいたんですけど、エラーメッセージをビリッとやってググると出るんですよね、対処法が。で、例えばなんかメモリがなんちゃらみたいなのが出てきて、でエラーメッセージピュッとやると、このバージョンではウイルスソフトと衝突するので使うなって書いてあるので、じゃあバージョンちょっと落として入れてくださいとか、そういうふうにやるわけです。今その共有フォルダーの話でしたが、門田さんのご要望を別のやり方で叶えるとすると、この中でFirefox あるんですよ。バイオリナックスの中に Firefox が、例えば川岡先生の中どれか一つのファイルをダウンロード実際にこう前でやっていただけると、皆さんにとってもいいんじゃないかと思います。ですねはい、なんか、はい、コピペ用コマンド集川岡テストシェルとどっちでもいいんですけど、それをどうやってそのリナックス上で使えるようにするかという問題で、今これは Mac 上の Chrome を見せてますけれども、ここで例えば右クリックするとリンゴアドレスをコピーっていうのが出たりしまして、これ全部落とすんですか、ファイルを。最終的にはその ZIP ファイルの400メガがあるんで、そいつをまあどうにか、はい、とりあえず個別でこう簡単的にマイク使って、はい。いや、一応ですね、コピペは私 Mac ですけど、 Mac と BioLinux でやり取りはできるんですね。で、まあ何でもいいんだけども、今こう Mac でコピーしました。で、こっちか、 BioLinux 行きまして、でとりあえず入力できるようにして、でごめんなさい、 Windows の方はね、どうやってやるのかちょっと後で確認しますけど、 Mac の人はこの Apple マークとかな、なんかクローバーのコマンドって書いてあるうちありますよね。でこれを押しながらクリックすると右クリックになるんですよ。でここでペーストってやると、今の URL がこっち来ました。で行ってやると、このサイトが
バーチャルリナックス、バイオリナックスの方で見られる。でここでずっと行って、これかな、コマンドでクリックすると、例えばセーブリンクアズとかあるので、こうやってこの辺はまあ Mac も Windows も同じですよね。例えばダウンロードの下でセーブってやると、これかな、Windows の方は両方に迷ってると思うんですけど、Windows の方で私できないんです。何かできる方やっていただきますか。Windows で右クリックをする方法はちょっと、ごめんなさい、私あんまり確かめずにここに立ってしまったので、コントロールかなんかを押しながらクリックすると右クリックになる。右クリックにダウンロードしたいはできるんですけど、はいはい、その Windows をゲスト OS 上に多分置くっていうことには多分ならないんですよ。多分デスクトップとかに普通にダウンロードすることはできるんですけど、保存することはできるんですけど、ごめんごめん、言ってる意味がわからない。誰かできた方いらっしゃいます？誰かできた方お願いします。教えてください。普通にできますよね。ちっちゃダメ。そうですよね。いやいや、もう一回ちょっとだけさらっとやると、これ今、ホストの方ね、私 Mac 使ってる Mac の方で、まあ、なんか右クリックなんなりする、してコピーするわけですよ。クリップボードにコピーする。そうすると URL がクリップボードに行く。で、Mac のクリップボードに行ってるんだけど、実はそれはバイオリナックスのクリップボードにも行っていて、バイオリナックスに今言ったクリップボードの情報を貼ることができます。そっかそっか、バイオリナックス上に今 Firefox を立ち上げてるから、その OS 上の中での問題になっちゃってるから、そうダウンロードすると普通にダウンロードが、そうです。あ、私は分かったんですけど、まだついてこれないからお願いします。見てかれると寂しいんで遠慮なくてやるってください。ちなみに私は分かったんだけど、まあ、Firefox が立ち上がってはいない。皆さん Firefox 立ち上げて出ていない方っていますか？はい、結構います。お願いします。Firefox はですね、この画面、バイオリナックスの画面出てますよね。で、こうずっと行って、左のパネルの上から3番目のキツネマークですね。これをクリックすると、Firefox が上がってくるはずです。ああ、これか。はい。すみません、ダウンロード先は指定できない。ダウンロードフォルダに全部入ってしまう。ダウンロード先は指定できなくて、さあダウンロードフォルダに入ってしまう。いや、できますね。ああ、こうなっちゃうのか。こうですね。普通にクリックすると、まだ喋ってないんだけど、自分用の作業ディレクトリ
ていうホームディレクトリっていうところがあります。で、Windows でいうとマイドキュメントですね。で、その下にダウンロードっていうディレクトリがあらかじめ作られてまして、で、普通にクリックするとそのダウンロードの中に入ります。で、その場所を変えたいときは、それは Firefox の設定なので、それは Windows も Mac も BioLinux も同じです。ちょっと小さいんですけど、Firefox の、どうしようかな。ちょっと待って。なんかいろいろ脱線しまくってますけど、ダウンロード、Firefox でダウンロード先を変えたいっていうのをちょっと説明します。Firefox のこの上のところに、まあこれは Windows とかも同じだと思いますけど、こういうふうになんかいろんな選択するのが書いてあります。で、エディットの一番下に Preferences ってなります。で、このジェネラルっていうのが選ばれているのを確認して下を見るとダウンロードになっていて、多分最初はセーブファイルトゥダウンロードっていうふうになっていると思います。これを下のところをポチッとすると、何かをダウンロードするときに場所どうしますかっていうふうに聞いてくれるようになります。そのままなんか言っていただけるといいかも。なんか僕はこれでできちゃったの。画面で進みしましょうか。今情報が入りまして、どうやら Mac から BioLinux にドラッグ&ドロップするとファイルが移るらしいという情報を寄せられました。その逆にできる。多分できると思いますね。普通にできちゃいました。なんか PDF かなんかの軽いのでちょっと皆さん試してみられるといいと思います。今こちらでも出そうとしてるんですけど、ここ変えないとダメ。あ、それか。こちら。あれ？これを切っちゃったね。これだ。なんで外部の私が詳しいんだろうみたいな。バーチャルボックスってエミュレーターの方ですね。エミュレーターの方をまず入れてもらって、その後なんか機能拡張みたいなファイルを入れたと思うんですけど、機能拡張をすると確かドラッグ&ドロップができるように。そうなんだ。そういうことか。ありました。つい先日までですね、ここのシステムが変わってて、まだ新しくなってから今回初めて使っているので、そういう状況なんで申し訳ございません。いろいろとこれ最近までなかったですね。学生さん知ってると思うんですけど、ここにもつながるようになっちゃってるんですね。休憩にしますか。休憩しましょう。なんかバタバタになってきたこともあるし、ちょうど時間ですので15分ぐらい、はい、じゃあ3時15分まで休憩にしましょう。で、私が明日喋る予定だった資料が後ろにあるので、今映ってます。はいはい。
バーチャルボックス、今のやつは普通にバーチャルボックス上でのファイル共有っていうところのチェックがオンになっているかららしいです。だからできると。で、対応 PC の人は多分おそらく間違いなくオンになっているから、それで再現性よくできていると思います。で、持ち込みの方で、それがうまくいってない方は、バーチャルボックス上でのやっぱり設定が必要で、ファイル共有をオンにした上で、ドラッグアンドドロップすると行くはず。で、行かない人は手を挙げていただけると思います。うまくいかなかった方いますか？はい、こちら、いつの方。他、他の人いかないかどうか。まあ、このようなやり方で、ファイルナックスにまだファイルが入っていない先生のものも一応ダウンロードして、ファイルナックス上で解析することができるということになります。はいはい、入ってないか。じゃあ続きですかね。バイオリナックスはどんな感じかっていうのを眺めてます。まあ、右上からログアウトする、ログアウトとかシャットダウンか、シャットダウンをするっていうのをやりまして、でファイルとかの中身を眺めるとか Firefox をやるっていうところまで、なんかうやむやになりながら来てます。で、結局そのバイオリナックスって Windows とか Mac とかと操作は割と似てるぞっていう話をしてまして、で、まあ、今のもなんかゴニョゴニョの残骸でここにいらんファイルをコピペしてしまったんですけれども、これいらないなと思った時はこのまま左下のゴミ箱に向かってペッてやるとゴミ箱に捨てられます。はい、捨てられました。で、せっかくならその1個上のこのなんか田んぼの田みたいな感じのやつの説明をちょっとだけするんですけど、Mac 使ってる人は結構当たり前かもしれないんですけど、これいろいろ画面っていうかこう切り替えられるんですよね。これワークスペースって言うんですけど、なんかゆるっとこう、あたかも画面が4つあってそれを切り替えてるようなことが Mac ではできるんですけど、このバイオリナックスでもできまして、例えば今出してますけど、じゃあこっちでってやるとまた新たなワークスペースができてにゅるっとかって、これ何が嬉しいかというと、例えばその今日の資料がこうやってあって、でその後いろいろ実践打ち込んだりするわけですけれども、そのこうやってなんか全画面にブラウザが広がっていると、こう後ろ側にあるその何かを選択したいのに選択しづらいなっていうのが割とあるわけですよ。でそういう時にこうワークスペースを変えて、でここでこうバタバタっとコマンドとか打って
え、わかんねえと思ったらまたこっちのこう見て、ブラウザのを見てこう、あ、資料にはこうやって書いてあるなみたいなことが、まあ、できるような感じになってます。はい、で、ちなみにその1個上がシステムセッティングスって書いてますけど、なんかいろんな設定ができたりするようになっております。割とプログラミングをやられる方はですね、このキーボードを英語キーボードにしてる人がいるんですよね。私もそうなんですけど、どうせ日本語使わないし、なんかまあ英語キーボードの方がかっこいいしみたいなのもあるし、あとなんかたまたま私が買った良さげなキーボードが英語キーボードのしかなくて、英語配列でしか覚えないといけないみたいなのがあるんですけど、そういう時には例えばキーボードっていうところをやると、レイアウトセッティングとかって、まあ普通の方は日本語キーボードなので、ここの設定がジャパニーズでいいんですけど、もし仮にご自分 のお手元のマシンが英語配列で、バイオリナックスでやってると日本語配列になって困っちゃうなっていう人は、ここの設定からイングリッシュっていうのを足すと英語キーボードに変えられますので、そういうのはここからやるような感じになってます。はい、その他もろもろ設定はここのセッティングっていうところからやったりできますので、ただですね、その1個上のこの何やらターミナルっていうのを開いていただいて、とうとうやってきました呪文の世界みたいな感じでございまして、ターミナルっていうソフトがあって、ここにいろいろ呪文を打ち込んで結果を見る。で、解析、これからいろいろ解析するわけですけど、このターミナルっていうところからいろんな呪文を打ち込んで、例えば、ファスト QC っていうのでクオリティチェックをしたりとか、NGS のデータをマッピングするとか、スニップの検出をするっていうのは、まあ、ここの全部ターミナルの上でやっていきます。ちなみにマッキントッシュの方はですね、さっきもちらっと話が出たと思うんですけれども、どこだったかな、アプリケーションとしてやっぱりターミナルっていうのが入っていて、ちょっと端折ってこっちでやっちゃいますけど、同じようなことがこう Mac の上でできるような感じになってます。で、なんでわざわざ Mac の方にもバイオリナックス入れてもらってるかなんですけど、今回2週間でいろんなツールを使うんですよね。で、じゃあ Mac でそのソフトを全部インストールしてくださいっていうことになるわけですよ。で、そうするとちょっと自分も1個か2つ試したことあるんですけど、その依存関係とか山ほどあってかなり大変なんですよね。で、あと Mac はまあそれでいいとして、 Windows はまたバイオリナックス入れてもらってってすると、こう環境がヘテロになっちゃうので、とりあえず Mac の人にもこのバイオリナックスを入れてもらって、みんなバイオリナックスを使ってもらって環境を慣らすっていう感じで、今回はやらせてもらってます。なので、例えば今回いろいろ話を聞いて、でもそのバイオリナックスって今回だったら 7GB のを入れなきゃいけないし、いろいろこうディスクも圧迫するし、メモリも使うし、結構大変だなって思うんですよね。で、まあ、もし Mac の方は
あのこっちの Mac のターミナルから今回喋るようなことで、ソフトの例えば使うツールだけインストールをして Mac だけで解析をするっていうこともできます。で Windows は Windows で例えば Windows 用のソフトが、いろんなツールによっては配られているので、そうすると Windows のアプリとして立ち上がってくる場合もありますし、もしくは Windows の中で、今日喋るようなその Linux 環境を構築するっていうソフトもあるので、それを使ってその上で同じようなツールをやるか、まあ、もしくは今回やるようなその BioLinux を使ってもらうと、まあ、全部今回の場合は全部入ってて結構手っ取り早いという感じになってます。はい、でよいしょ、これもターミナルですね。はい、でこれで前この先ちょっといろいろうにょうにょやっていきます。で、その前にちょっと、まあ、なんか本当に今日はみんな知ってるだろうようなことを喋んなきゃいけなくて心苦しいんですけど、まあ、こういう、まあ、これはバイオリナックスですけど Mac でも Windows でも同じようなあのファインダーとかエクスプローラーでこういう画面が出ますけれども、一個一個はまあファイルって言いますよね。この釈迦に説法ですね、こういうのね。で、こういうのをまとめたなんかこう入れ物みたいなのがあって、その入れ物のことを、Windows とか Mac ではフォルダーっていう言い方をしますけれども、 Linux とかではディレクトリーっていうふうな言い方をします。まあまあ基本的には同じですわ。でこれいきなりもう明日の分で、こっち の, あのさっき受け取ってもらったであろうやつなんですけど、じゃあターミナルでもってコマンドデビューをしていただこうと思うんですけど、ちなみに Linux あのこの講義の前に使ったことありますっていう人ってどのぐらいおられますか。結構いるじゃないですか。そんな人を前に私は何を喋るのかいけないですか。まああの使ったことある人は非常に退屈なひとときかと思いますけど、あの何なら明日の講義資料でも見ながら、明日の講義資料って明日俺喋るんだ、明後日以降とかの講義資料を見ながら、あこの先こんなことやるんだなっていうのを、まあ、あの先走って全然やってもらっても構わないので、もう今日コマンドデビューしますみたいな感じの人に向けて私は今日喋ります。で、じゃあ LS です。はい、LS って打ちます。でリターンです。そうするとまあ何やら出ます。それも何回やれば出るのは当たり前なんですけど、でこれは何かって言いますと、さっきちょっと見たんですけど、この上から2番目にホームフォルダーってのがありまして、このなんか馴染みある画面で見ますと、まあ、ドキュメントとかダウンロードとか、あと下の方に今回追加で入れてもらった、アメディエフとか、この瓶は私がこの前作ったやつなんでないと思います、ジェノムとか IGV とか R っていうような、まあ、何やら、Windows 流でいうとフォルダーがあるわけですね。でこれをこっちで見ると、やっぱりダウンロードとか IGV とか R とかいうのがあります。で LS ってのは何かっていうと、こうやって今いるところっていうか、このフォルダじゃないディレクトリーの中身を表示するような
コマンドになります。まあどんな時使うかっていうと簡単で、何か解析して結果出たかな、ファイルあるかなっていう時に ls って打つわけですね。まあ、ls コマンドがまあ一番ベタなんですけど、いろいろ応用がありまして、このスライドによると次のことをそれぞれやってみましょうって書いてます。間違えちゃった。これだ。はい。ls の igv とか ls-l とか、ls-la とか ls-laigv っていうのをやってみましょうっていうふうに書いてます。igv ってなんじゃらこいって思うかもしれないんですけど、普通にここにですね、ディレクトリがあるので、この igv のことを指しております。なので ls igv ってやると何やら別のことが出てまいりますが、全然何のことはなくて、こっちの皆さん Mac とかで見慣れてるであろう画面で見ますと、ここをクリックすると出てくるこの BAM とか Genomes とか IGV.log とかが表示をされているわけです。じゃあ ls の -l ってやってみましょうか。ls-l ってやるとまた別の表示が出てまいりましたが、この上、一番上が ls で、まあ、素で打ったわけですね。そうするとアメリフデスクトップダウンロードってなってますけど、こっち見ると縦に見るとアメリフ、デスクトップドキュメンツってここに書いてある、横にチャラチャラってはみ出たから桁折りしてピーって言ってるのが全部こう縦に出たわけですね。ls の -l っていうのはそのファイルとかディレクトリを表示するんだけど、こう縦にリスト表示するっていうようなものです。でリスト表示すると、まあ、当然スペースができるので、まあ、左の方は後で説明するとして、この辺見ますと日付とか書いてあるわけで、まあ、例えば解析をしました、 ls-l ってやるとこう作成日時が出ると、でなんかまだ直近な日付だからもしかしてまだ解析中かもなっていうのは、この日付とか時間を見ると分かるわけですね。でなんかまだやってるかなと思って、まあ、別の作業をしてまた戻ってきて ls-l ってやって、時間がちょっと新しくなってたら、ああなんかまたデータが足されたみたいだなみたいなのがこうやって分かるような感じになっております。で次は ls の -la っていうのをやれって書いてあるのでやってみましょう。はい、そうするとなんか何やらいろいろごちゃっと出てきたわけですけど、これよく見るとこのアメリフとかデスクトップドキュメンツダウンロードとかゲノムとか、さっき見たようなのの間になんかいろんなファイルが挟まってるなっていうのが分かるかと思います。でその挟まったやつをよく見ると実は頭に全部ドットってついてるんですね。で、これは後で説明しますけど、ドットなんとかっていうのは Linux では設定ファイルのことを言います。
なので Windows とか Mac でも Mac もそうだったかな、特定の拡張子のファイルは表示しないみたいなオプションが Windows にあるんですけれども、それと同じで普通こういう設定ファイルはまあ使わなかったりとか、あとはいじってほしくないのでこうなんとなく隠されてるわけですね。なので、ls-la の a は all だと思ってもらえばよくて、設定ファイルも含めて全部表示するっていう時に、こういう a と ls に対して a っていうのをつけて表示をしたりします。で最後に ls-la-igv をやれって書いたので ls-la の igv って言ってこうやってやると、まあ、igv っていうのは今回その足していただいた、まあ、バイオインフォマティクスで使うやつなので、まあ、特に設定ファイルを置いてないと。なのであんまりこう見栄えは変わらないですけども、そのまあIGV の中をリスト表示して、まあ、一応オールなんだけど設定ファイルはないですね。ただここによく見るとここにこれを A なしでやると下今 A なしでこっちが A 付きですけど、ここにドットっていうのとちょんちょんっていうのがありますけれども、これの話はまた後で。次に、プロンプトっていうやつの話をします。で、今ここにアドミン 1409 at violinux1409 で括弧に入ってアドミン1409とあって、で、まあ、右に、時間が出てますけれども、こういうその入力待ちの状態ですね。でその左側にあるこのアドミンから始まって括弧閉じまでのところをプロンプトっていうような言い方をします。でこれまあ何か似たような文字列がたくさん出てきますけれども、一番左のアドミン1409ってはユーザー名です。もうこの場合今アドミン1409っていうユーザーを使っているので、こういう表示になってますけれども、ちょっとおまじないね。私こっそり別のユーザーをこのバイオリナックスに作ったって、自分の名前のユーザーも作ってみました。でそうすると今中里っていうユーザーで入ってるので、まあ、中里アットバイオリナックス1409っていう感じになるわけですね。で、まあ、ちょっと戻りますけれども、でアットマークの次のバイオリナックス1409っていうのはこの今入ってるマシンの名前です。マシンというか、まあ、バイオリナックスのこの環境に今バイオリナックス1409っていうような名前がついているので、まあ、こういうふうになってます。で次の括弧に入ったアドミン1409は今いるディレクトリの、名前ですね。なので、ちょっとまたおまじないしますけど、今 igv っていうディレクトリの中に入りました。でそれは後でこのコマンド後で説明しますけど、そうするとここの今アドミ1409だったのが IGV に変わるわけですね。
ちなみにこのなんかプロンプトちょっと長いなっていう時は、設定ファイルでこのプロンプトの文字列を変えることもできます。今回はちょっとアドバンスの話なので説明しませんけれども、変えることもできます。で、これだ。このプロンプトっていう名前はですね、別にどうでもいいんです。で、重要なのはここ略し方、このダラーマークを使う。このダラーマーク、このプロンプト長いんだけど、このダラーなんとかってこの後多分散々出てきますけど、例えばこうですね、ダラー ls-livっていう風に出てくるんですけど、このダラーマークはプロンプトのことだから、これは入力をしないんです。いくらこのダラーマークを打っても何も起きないというか、この Linux は解釈してくれないわけ。例えばこの先の話で、このコマンドを打ってくださいってよく提示されるんですけど、皆さんが打たなきゃいけないのはここの ls からで、これはただのプロンプトなので見ても無視してくださいねっていうことですね。で、マルチユーザーのところで説明したんですけど、スーパーユーザーっていうちょっと権利を持ったユーザーがいます。で、その時のプロンプトっていうのかな、でルートユーザー、スーパーユーザーの時っていうのはちょっと特殊な権利を持ってますよっていうのを強調するために、ダラーマークではなくてこのシャープのマークを使います。イゲタマークで、例えばこのイゲタマークにリブートってあったら、これはルート権限でリブートっていうコマンドを打ってくださいねっていうことで、これもやっぱりこのイゲタマークは入力をしません。まあ、なんかこの辺はつまらん説明なんですけど、一応皆さんにこうリテラシーレベルを鳴らすために喋ってるので、ちょっと我慢して聞いてほしいんですけど、今言ったようにこのダラーマークは、よいしょ、ダラーマークはプロンプトですね。で実際に打つのはこの ls からです。で、なんかこの辺、この辺っていう方もちょっとあれなんですけど、多分この先の講師は知ってるもののように喋るので、ここで一応説明をしますけれども、例えばこの ls-laigv っていうのは、igv のディレクトリを、リストでオールで表示しなさいっていうような内容になってますけれども、ls のところはコマンドって言います。実際の命令ですね。ls コマンドっていうような感じの言い方をします。で、-la っていうのは ls をかける上での条件なので、オプションっていう言い方をします。で、igv のところは igv の中を表示しろよっていうことなので、対象になるわけですけれども、でそのコマンドの後ろ側の -laigv のところは引数っていうような言い方をします。狭く言うとこの IGV のとこだけを引数だっていう人もいるし、あとオプションも入れて引数だっていう人もいるんですけど、その辺はちょっと臨機応変に考えてもらえばよくて、で、コマンドの後ろにある処理条件とか処理対象のことを指定数の引数っていうような言い方をするっていうふうに思ってください。で、この先出てくるだろうコマンドで、例えばこういうちょっと長ったらしいのがあったりしますけれども、これはファスト QC っていうので、実際シーケンサーのデータのクオリティチェックをするっていうような、プログラムになります。で、一番左のダラーマークはプロンプトだから無視に、でコマンドがファスト QC で、で、なんかいろいろ実験条件がこう書かれていると。で、最初に紹介したのは -l とか -la みたいなちょっと短いオプションだったんですけど、長いオプションもありまして、
実はこれとこれは同じことを言ってるんですけど、この -if fastq っていうのはファイルフォーマットは fastq ですっていうのを指定しています。でこれの長いバージョンがあって、でも実際は長いバージョンがあるんだけど打つの大変だから短いバージョンができてるんですけど、-fomat、まあ、もしくは、ハイフンが1個だけの時もありますけど、ハイフンフォーマットでファスト Q みたいな感じで、長いオプションの場合もあったりします。であとこの場合は、ハイフン O RNAseq っていうのが一つの塊で、ハイフン F ファスト Q っていうのが一つの塊で、でこの 1K アンダースコア SRR なんとかっていうのがまあ1個単独であるみたいな感じになってるわけです。なので、基本的にはこの引数は塊ごとだったら入れ替えてもよくて、このファスト QC を書けますよ。で、フォーマットはファスト Q ですよ。で実際に書ける対象はこの 1K アンダースコアなんとかですよ。で、アウトプットは RNAseq ですっていうような感じになってるので、この塊ごとだったら入れ替えても解釈してくれるので大丈夫です。でまたちょっとまたいろんな別の話になってきますけれども、Linux って大体こんなディレクトリー構造になってるんですね。で今見てたのは、今ここ中里って書いてますけど、ここのホームっていうところの、まあ、自分のユーザー名みたいなところをちょっとチラチラっと眺めてました。で、Windows とかだと一番上に行くと、まあなんかマイコンピューターみたいなコンピューターの名前だったりとか、あとはそのマイドキュメンツとか Windows なんとかとか、そういうのが一番上のレベルだと思うんですけど、 Linux とか Unix の場合は一番上はスラっていうので大元を表します。スラとかルートっていう言い方をします。でこの下にまあいろんなディレクトリがまあぶら下がり始めているということですね。まあ、よく使うのだけチラチラと書いたんですけど、一番素のやつ、例えば今やった ls みたいなのはこのスラの下の bin っていうところに入ってます。で bin っていうのはバイナリーとか、まあ要するにプログラムとか入ってるところで、基礎的なプログラムが入ってたりします。で、自分とかで自分たちとかでソフトをインストールすると、このユーザーっていうところの下のローカルっていうところの下にいろんなファイルが置かれるようになってます。で、自分で何かソフトをインストールすると、大体このユーザーローカルビンっていうところに置かれます。スラの下のユーザーっていうのがあって、その下のローカルがあって、その下のビンっていうところに置かれます。で自分の、データとかは、まあ、各ユーザーごとにこのホームスラホームっていうディレクトリがあって、この下に自分のディレクトリが作られて、まあ、そこの下にこう自分が適当にいろんなものを置けるっていうような仕組みになってます。であと他にスラテンプっていう、まあ、テンポラリーの略で、まあ、一時ファイル置き場だったりとか、あとはスラバーみたいな感じの、まあ、雑多な物置きなんですけど、ログとかが置かれるような感じの、構成になってます。はい、でさっきそのプロンプトの説明のところで括弧の中はまあ今いるところっていう言い方をしたんですけど、これカレントディレクトリ、まあ、カレントって現在のって意味ですよね。カレントディレクトリっていうような言い方をします。でまあ、ls っていうのがあってみたんですけど、次 cd っていうまた別のコマンドになりますけれども、
見慣れた大画面でやるとこの今これホームディレクトリですけど、ここでポチポチってやると IGV の中身が表示されるっていうようなことをこのコマンドでやりますけれども、よいしょチェンジディレクトリ CD って言ってで IGV でピッてやると今カレントディレクトリーがアドミン1409だったのが IGV に変わりました。ちょっともう一回やってみますけれども、今カレントディレクトリーはアドミン1409なので LS すると例えばアメリエフとかデスクトップっていうのが出ますけれども、IGV CD の IGV ってやるとLS すると BAM とか UNAMS っていう風になるので、ああ確かに変わっとるなっていうのが多少は分かるんじゃないかなと思います。そのカレントプロンプトにあるこのカレントディレクトリのところが IGV って書かれてるんですけれども、これは一番下の階層っていうのかな、本当はスラフォームの下のアドミン1409の下の IGV っていうところにいるんですけど、まあ、直近の階層だけあそこに表示させるような仕組みになってます。っていうのはやったら深いところに行くとどんどんプロンプトが長くなっちゃうんで、とりあえず直近のだけ表示してるんですね。そうすると同じ名前つけちゃうと上がどこの下の IGV だっけみたいなことがよく起きるので、そういう時の、コマンドは PWD っていうやつですね。ポジショニングワーキングディレクトリの略だそうです。で PWD ってやるとスラホームのスラアドミン1409の下の IGV ですっていう、その一番上からどの階、どのディレクトリにいるのかっていうのを表示をしてくれます。まあ、ポジショニングワーキングディレクトリの略だっていうのは私はこの資料を作った時に初めて知りまして、それまではプリントワーキングディレクトリだと思ってたんだけど、まあ略称はどうでもいいんです。その PWD っていうコマンドの、まあ、自分なりに覚えて使えるようになってくれればいいと思います。ちょろちょろっとディレクトリの指定あれこれの話をしますけれども、こう自分用のデータ置き場、まあ、スラホームの下のユーザー名ですね、この場合だとアドミン1409なんですけど、ここはもう自分はアドミン1409ユーザーだからデータはここに置くわけですよ。まあ、この人は自分で一応自由に使っていい、あてがわれている領域ですから、ここをまあよく使うわけですね。よく使うので、まあ、ホームディレクトリー、まあ、自分が帰る場所っていう意味でホームディレクトリーっていうような名前がついてます。で、例えば全然別のディレクトリーにいて自分のホームディレクトリーに帰りたいっていう時があるわけですよ。でそうするとそのよく使う割にはちょっと階層が深かったりするわけで、
いちいち打つの大変なわけですよね。なのでチルダーっていうのを1個打つと、あのどこにいても例えば CD チルダーってやると、チルダーってこのニョロマークをやると、あの自分のホームディレクトリに戻ることができます。でちなみに CD って、まあ、チェンジディレクトリ、ディレクトリを移動するんですけど、何もつけないとき、何もつけないときは、まあ、当然ホームディレクトリに戻るんだろうねっていうことで、普通にホームディレクトリに戻ってくれるので、戻りたいときはただ CD と打てばいいんですけど、ちょっと実演しますけれども、例えば、全然違うところに移動しまして、で今ユーザーローカルビンっていうところにいますと。で本当だったらホームのアドミンなんとかのプイってやってホームディレクトリに戻るわけです。ちょっと実はサボることができまして、今ユーザーローカルビンにいますけど、これ今 Z シェルっていうのを使ってるんですけど、補完機能ってあります。補完機能っていうのは補うって言うんですけど、例えばスラホームって打つわけですけど、この打ちかけの時にタブを押すと、こう自動的にコンピューターが補ってくれます。アドくらいまで打ってピッてやると、もう後ろ打たなくていいんです。これはプログラムとかでもそうで、例えばファスト QC ってありますけど、 FA ぐらいまで打ってこう、ちょっとたくさんあったな、はい、ファスト Q なんですかっていう感じでこう補ってくれたりとか、サムツールズって使いますけど、サム T ぐらいまで使うかな、サム T ぐらいまでこうやるとサムツールズっていう感じでこう補完してくれたりするので、これ結構便利で、あと皆さんに内緒でいろいろ隠し機能を使ってるんですけど、それまでに使ったコマンドを使いたい時ってありますよね。私何回かユーザーローカルビンに移動してるわけですけど、いちいち打ってなくて、何か何やらチャラチャラって出てくるわけですよ。こうやってね、こうやって、でこれどうやってるのかっていうと、上向き矢印のキーありますよね。これを押すと前のコマンドが出てくるんです。前の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 って、で下を押すと最近の最近のってなるので、ちょんちょんちょんと、脱線しかけてたんですけど、ただ CD ってやると自分のホームディレクトリに戻るんでした。はい、戻ってます。で上向き矢印すると前に使ったコマンドとかが出てきて、で例えば別のとこ行きたいなっていう時は、例えば最後の便をリブに変えるとかいうことができるわけですね。チルダーの話をしてたわけですけど、どう使うかっていうと、例えば CD で、はい、これでホームディレクトリなんですけど、例えばこの下の IGV に行くっていうようなこともできます。すいません、はいはい、前に打ったコマンドを上矢印で戻るのは
はい、それ一覧で出すってできますよ。あのヒストリーってなりまして、ヒストリーというコマンドを打つと最近どういうのを使ったかっていうのが一覧で出ます。でごめんなさい、私は Z シェルはあんまり使ってないんですけど、確か例えばこうやって、こんな感じで今コマンドを使ったっていう履歴があって、例えば325番目の 325CD ユーザーローカルビンってありますけど、これを使うっていう時になんか325を使ったコマンドをチャラチャラって打ってそれを使うっていうやり方もあったと思います。非常にいい質問でした今のは。チェルダーとかの話をしました。それで、さっき LS-LAIGV ってやった時にちょっとうにょうにょっとごまかしたところで、ここにチョンとかチョンチョンっていうのがあるっていうのをちょっとうにょうにょっとごまかしてますけど、ここで表示されたのは別にどうでもいいんですが、例えば色深いところのディレクトリに行っちゃったんだけど1個上に戻りたいっていう時ありますよね。でそういう時にこういちいち上からずっと指定していくと深いところにいるとつらいわけですよ。わずか1回層上に行きたいだけなのにっていうのがあるわけですね。でそういう時はピリオドピリオドって2つちょんちょんってやると1個上のディレクトリに移ることができます。今スラホームアドミン 1409IGV にいます。で CD のスペース開けてピリオドピリオドって2つやると1個上に移りました。このチョンチョンすらって別にいくら使ってもいいんです。例えば今ホームアドミン 1409IGV ゲノムスっていうところにいます。でホームディレクトリーに、まあ、あの普通に CDS で戻るんだけど、あの2回数上に戻りたいなっていう時はどうするかっていうと CD でチョンチョンすらチョンチョンってやると2つ上に戻ります。1個上のお隣さんみたいな、例えば今1階層上を今 LS しました。 LS スペースちょんちょんですね。でそうすると今アドミン1409っていうのと中里ってなりますと。でじゃあその中里さんのところの中身を見たいなっていう時は中里ってやるとこうやって、まあ、なんかあんまり変わり映えしないんですけど、1個上はちょんちょんですっていう話をしました。で、あとカレントディレクトリはちょん1個です。こんなの別に使わねえじゃないかと思うんだけど、実は意外と使うんですよ。っていうのは、ちょっと今仕込みをしますけれども、こういうのかな、
これいつだったかな、2日後3日後パールの編集をすると思うんですけど、すでにスクリプトがここに入ってます。で、これ普通はよいしょ、こんなやってパールのプログラム、パールのプログラムですよパールのプログラムで、パール 10PL っていうのをやりましょうっていうこともできるんですけど、これ単独でやることもできて、ちょっと今おまじないしますね、ごめんなさいね。で普通のコマンドっていうのはここで打てば出るんですけど、 CD とかね。で、このパール 10PL っていうのも、プログラムだから同じように打ちたいなって思うわけですよ。同じプログラムだからこれでペッてできないかなっていうと、そのないって言われるんですよ。で、ここのプログラムですよっていうふうに自分のところですよ、でパール1と PL をやってねってやると、こうちょっとメッセージ変わりましたよね。何かの処理をするんですけど、これパール1と PL が何をするのか分からずに今やってるんですけど、このダイアットなんとかっていうのはパールが出したメッセージなんですよ。で何が言いたいかっていうと、自分でいろいろプログラムを作ってパールスクリプトとか置くんですけど、普通に指定しただけでダメで、ここの今カレントディレクトリのこいつだよっていうふうに指定しないと動かないですっていうのは、この後パスっていう話をだいぶ後でするんですけど、自分のディレクトリにはパスが通ってないっていうことです。こいつは一体何を言ってるんだろうと思うんですけど、後でもう一回説明をします。ちょっとなーなーでやってたんですけど、ディレクトリの区切りにはスラッシュを使ってやるっていうのはちょっと、補足ですね。で、はい、ここもなんかいろいろ皆さん後で引っかかるだろうから私が身を挺して説明をしますけれども、絶対パスっていうのと相対パスっていうのがあります。例えばユーザーローカルビンに行きたいなって思うわけですわ。で、ユーザーローカルビンだから CD のユーザーローカルビンだなって言ってると、そんなものはねえって言われるわけですよ。あれおかしいな、これユーザーローカルビンに行きたいのになって思うわけですけど、これ今 CD スペース、いきなりユーザーから始まってますよね。で、これは相対パスって言うんです。一番ネックはスラですっていうのをさっき説明しました。なのでユーザーローカルビンに行きたいときは、実際は一番上のスラから始まってますから、スラ、ユーザー、スラ、ローカル、スラ、ビンって書かないとユーザーローカルビンには行けないわけです。で、今みたいにこの頭のスラを抜いちゃうとカレントディレクトリーからの指定になるので、その自分の今いるところの下にユーザーローカルビンがないといけないわけです。逆にその今アドミン1409にいて、その下の IGV の下のゲノムスっていうところに行きたいのに、 CD すら IGV ってやっちゃうと一番上のルートのすらから始まっちゃうので、その下には IGV はないからそんなものはねえって言われるんですね。本当はこの IGV のゲノムスってやらないといけないのに、
CD でスラ IGV とかやっちゃうとないよって言われるわけです。意外とこの頭のスラのありなしっていうのがハマったりするので気をつけましょう。気をつけましょうって、まあ別にこんなの大丈夫そうだろうなと思うんだけど、よくやっちゃうのがファイルのコピーとか移動で、もっと悲惨なのはファイルの削除で、例えば IGV 消そうかな、じゃあ例えば今ね、試しに私ビンっていうのを作ってあるんですよ。もうなんか自分に自分用のプログラム入れようと思って自分のところにビンって作りましたと。いやでもなんかちょっと名前消えてないなと思ってこれ消そうかなって思うわけですよ。そういう時に消すのはリムーブで RM って打つんですけど、こうねこう RM ビンってやると普通に今カレントディレクトリーさんのビンが消えるわけです。でこれをうっかり例えばスラビンってやると何が起きるかっていうと、LS とか CD とか PWD とか今いろん一生懸命私が説明したコマンド類の入ってるディレクトリが消えるんです。実際にそのあるソフトのバージョンアップが出たんですよ。でそれをこうかけるときにうっかりプログラマーが頭にスラをつけてしまって、こうシステムがガーッとアップグレードするとシステムがガーッと消えるっていう悲惨な事故がしばらく前にあって、そこを消すともうシステム的に動かなくなるのでかなりやばいっていうようなことが昔あったりしたので、まあ、ちょっと気をつけましょうっていう話でした。もうちょっと生きるかな。いくつか今いろいろコマンドを説明してます。で最初にまあ LS と CD と PWD っていう、こっちの A4 ピラ1でいうとファイルディレクトリー関連とかの、のがまあ一番上の一番基礎的なところですね。であとファイルとかディレクトリー関連でよく使うのが move と copy と remove っていうのがあったりします。どういうのがいいかな。この辺でかそうだな。いいか。例えばコピーやってみましょうか。今ホームディレクトリーの下の IGV っていうところにいます。で igv.log っていうのがあるので、まあ、これをちょっとコピーとかしてみましょうか。例えば1個上にコピーするってやると igv.log を1個上に、はい、これで1個上を見るとigv.log がコピーをされてます。CP っていうのがコピーのコマンドでコピー元コピー先っていうふうな指定をします。
じゃあこの今ホームディレクトリに igv.log 作っちゃったんだけど、ちょっとここに置くと雑多だから別のとこやろうかなって思うわけです。でちょっと今ホームディレクトリにこっそり戻ってますけど、じゃあこの igv.log をダウンロードの下に入れようとかなるわけですね。そうすると今度は move っていう mv っていうコマンドです。 mv で igv の .log を、もちろんちょっと例えばダウンロード、igv.log をダウンロードの下に入れろっていうような命令を、はい、やりました。そうすると今ここにあった igv.log は消えてますね。で ls のダウンロードを見るとここに igv.log がいます。はい、ファイルの移動は move っていうのを使います。で move コマンドはファイルの移動だなって思うと、ちょっと違う使い方も実はあって igv.log を例えば igvv だドットログの今日の日付ってやると igv.log が igv.log1409012 に移動したんですけど、移動したっていうよりはこれリネームですね、名前を変えたんです。ファイルの名前を変えるときもムーブコマンドを使うんです。実はファイルを消すっていうのは、今度は remove rm っていうのをやりますけれども、これは実際に消すのを1個だけ指定すればいいから、 rm 対象ファイルってやると、はい、ファイルが本当に消しますかって聞かれますけど、入ってES で Y って押してピッてやると消えてくれます。ものによっては本当に消しますかって聞かれないんですけど、これは丁寧な作りになっていて、いちいち聞くオプションがオンになっているので、 Y とか N とか要するに Yes か No かを答えないと進まないようになってます。RM コマンドのオプションでなんか自動的に聞かないようにするとかっていうオプションをなんかつけることはできるんですか？できます。今それでちょっとやってみてもらえますか？はいはい。ちょっととりあえず消すファイルを今作りますね。はい、今 igv.log っていうファイルがあります。でこれを消しますけれども、 rm 強制って意味で force で -f です。で -f で igv.log ってやると聞かれずに消えます。これ今さっきは聞かれてたんですけど、ハイフン F つけないときね。で、なんで聞くかっていう設定は、実はこの Z シェルの設定コマンドに書いてあるんですよ。どこだったかな。
あ、じゃあついでだからそれを今やりましょうか。ファイルの中身を見るのはキャットっていうのを使います。まあ、キャットって言っても別に猫とは関係なくて、連結するでコンカティネートだっけかなんかでキャットなんですけど、ちょっと今実演だけなので、あのまた別の良さげなファイルを見てくれればいいと思うんですけど、どうやったかな。これ今早かったんですけど、ファイルが表示されたんですね。このドットプロファイルっていうファイルを今ピャッと表示したので非常に早かったんですけど、もう一回やってみましょうか。はい、表示されました。なんじゃらこいって感じですけどね。で、皆さんがこうやって眺めるのはキャットコマンドで見ると、あのバーッと流れてしまって、こう今のは何だったんだろうって思うわけですよ。なので1画面ずつ表示するっていうのがありまして、それが more っていうコマンドですね。で、例えばこのさっきのチャットのところを消して more ってやると、これ今、一番上が1行目ですね。で、どうやら 95% で、まあさ、もうほぼほぼ全部だったんですけど、リターンとか押すと一番最後まで表示をしてくれます。なんかもうちょっと分かりいいファイルが良かったですね。これが短いよ。これいけんのかな。ここに行ってみようか。ちょっと今実例だけ見せるので、あの多分皆さんのところにはないはずなんですけど、なんか今あるテキストファイルを開いたらビハーって流れちゃいました。で、これを例えば more っていうのを使うと1画面ずつとか、こうスペースキーを押すと1画面ずつこうスクロール、1画面ずつこう動いて、次の1画面、次の1画面分、1画面分、1画面分っていうような、出方をします。で、モアコマンドは確かに便利なんですけど、ああさっきの見たかったのにまた読み飛ばしちゃったよっていう時があるわけですよ。で、モアコマンドは戻れないんですね。で、じゃあそこを改良したのがまた別にコマンドがあって、レスって言います。モアってより多くのだからちょっとシャレで、レスってより少ないっていうやつなんですけど、こうするとスペースって押すとこの1画面ずついくんですけど、上向き矢印やるとこう元に戻れたり、下に行ったり上に行ったり、結構自由自在に見ることができます。どれもに上に矢印になるってことですか。半分じゃなくて上に矢印のボタンを押せばいい。少なくとも上向き矢印を押すと、画面の上で消えてしまったところに戻れます。で、下に行くときは下向き矢印を押すと1行ずつずっと表示されます。で、スペースを押すと1画面ビッてこう動きます。1画面分戻るときは確か B のボタン、バックで B だったと思います。 B を押すと戻るみたいな。MV の
エンブリを使うときに、はいはい、要するにファイルをどっかのディレクトリに入れたいってことですよね。移動するですね。はい、どのような書き方、うん、あの移動したいもの移動先探しとかなんかいらない探しとかなんかいらないって感じです。それはディレクトリだったらスラッシュ、まあ後で聞きましょう。はい。もう1時間ぐらい喋ったんで、あと7分かそこら喋ったら1回休憩入れますんで、もうちょっとだけお付き合いくださいね。で、今なんかファイルの中身を見るっていうのをやってます。で、ただ表示するのはキャットっていうのを使うっていう話をしました。で、1画面ずつ見るがモアで、でモアだと流れちゃって見えなくなっちゃうから、また戻れるコマンドっていうのはレスっていうのを紹介してます。で、同じような感じで頭十行だけっていうようなコマンドもあります。それはヘッドって言います。頭だからヘッドですね。多分レスからの復旧が多分みんな、ああそうかそうか、ごめんなさいごめんなさいそうでした。終わるときはアルファベットの Q です。クイットで Q。 だいたい終わるときはクイットで Q かエスケープを押すと、まあなんとかなったりします。あの Linux ってだいたいそういう作りになってるんで。で、頭だけ見たいよっていう時は頭でヘッドってやります。でライセンス、この場合はライセンスですけど、そうすると頭10行が表示されます。で同じように一番下10行っていうので尻尾でテイルっていうコマンドもあります。はい、これで一番下ですね。例えばヘッドとかだと今10行なんですけど、もうちょっとあと5行ぐらい見たいんだよなっていう時があるわけですよ。そういう時はオプションでハイフン、例えば15ってやると15行表示されます。私こっそりこの画面をピャッてきれいにする行為になってるんですけど、もう一回やりますよ。こうね、これどうやるかっていうと、コントロールをしながら L って押すんです。今のレスの復旧の仕方もうっかりこうやって忘れたりするんで、おいこらちょっと待てっていう時はちゃんと電話を上げてやってもらえると助かります。一応この Linux よく使うコマンド集でファイルディレクトリ関連とファイルの中身を見るっていうの話をしたんですけど、1個だけ忘れてて、メイクディレクトリっていうディレクトリを作るっていうのをまあ忘れてるので、ちょっとこれの実演だけ、
今まあこうやってあるわけですけど、なんかディレクトリを作るぞって言ったように、メイクディレクトリってやって、まあ、例えばライブラリーで LIB って言ってピッてやると、ここかな、ちゃんとできてます。プチもいらないか、ね、LS-L すると今の時間の9月1日16時26分リブって書かれてるでしょ。ちなみに消す方はリムーブコマンドでできます。さっき言ったあのファイルを消すリムーブってありますけど、これで例えばリブってやると怒られるかな、うん、ディレクトリだよって怒られるんですけど画面が結構下の方に、そうですよね、そう、そういう時の、そういう時のコントロール L なんです。はい、ディレクトリ消す方はリムーブでできます。で、ただ普通にやっちゃうとこいつはディレクトリだから消せないって言われるので、ちょっとアドバンストですけど、-R っていうのをつけると本当に消すって聞かれて、はいって答えると消えます。まあつらつらとコマンドの紹介をしまして、でまあ、なんかちょっと退屈だと思うんですけども、この先まあなんかいろいろやんなきゃいけない時にこれを見て、ああこのコマンドだったなって思い出しながらというか、実際に使いながら覚えてください。今できなくてもいいし、あとこんななんかコマンド忘れたっていいんです。ただこんなコマンドあったなっていうのを思い出してもらって、でそういう時にこういうなんかコマンド集見て、でその通りに打てばいいんです。そしたら4時半で1時間ちょっと喋ったので15分ぐらいかな、4時45分、もうちょっといくかな、4時50分ぐらいまで休憩にしましょうか。じゃあ時間ですので続きをやりますかね。非常に順調に進んでしまっていて、私が喋ることがなくなるんじゃないかと明日何を喋ろうかと若干危惧しておりますが、とりあえずいくつかコマンドを紹介しまして、ファイルとかディレクトリの、まあ、表示の ls とか cd とか、pwd とか、あとは移動コピーで move コピーリムーブと紹介して、ディレクトリ作るメイクディレクトリとか、あとファイルの表示関係ですね、キャット、バレス、ヘッド、テイルっていうのをご紹介をしました。ちなみになんか私が担当と喋ってたんですけど、皆さん何か質問とかあれば、はいどうぞ。ファイル操作をされるときに、はい、一つ一つファイルインプットしてとかと思うんですけど、はいはい、GUI とかだと複数同時に、はいはい、ファイルの複数指定ができるかっていう話ですね。はい、はい、はい、非常にいい質問をいただきました。そう、なんかこの資料を見てちょっと言い忘れたというか、資料足し忘れたなみたいなのが あったんですけど、それがこの、今の質問のあたりでして、はい、ちなみに一緒になぞってやりたいという方は、自分のホームディレクトリの下に amdf の下にパール
でパールアンサーっていうようなディレクトリがあります。でこの中身をちょっとリリースしてみますと、なんか似たような名前がたくさんありまして、パールの後に数字が来て .pl っていうような、感じになってます。で、ワイルドカードっていうんですけど、複数指定の時ですね。しようかな。じゃあ例えばパールってきて次が数字1文字で .pl っていうのだけ指定したいっていう時は、1文字指定はあ、これはいいや、ハテナマークっていうのを使います。だからパールでハテナで .pl ってやるとパールときて数字1文字 .pl、.pl っていうのだけ指定できます。1文字の、何でもいいっていうのはハテナマークを使います。で、パールから始まってドット PL で終わるやつで、間は何でもいい、1文字じゃなくてもいい。例えばこのこれ見るとパール8の1ドット PL ってありますよね。でこれは1文字以上あるから今は表示されなかったわけです。でこうやって何文字待ってもいいっていう時はこのアスタリスクを使います。こうですね。でそうするとパール1から7ってこう1文字、パールの後が1文字の場合と、あとは2文字で例えば10とか11とかで、3文字で8の1とか8の2とか、はい、その変えた先の名前に実は同じ名前のファイルがあるので外部にされてしまうんでしょうか。ああ、なるほど。実際にやってみましょう。ですね、どうしようかな。今ちょっと自信がないので一応コピーをして（笑）これ今仕込みですからね。はい。で、ムーブで例えば10を11に、あ、こうやって出ますね。これももしかしたら設定かもしれなくて、こういう時にはちゃんと聞くっていうのが設定で書かれているので、こうやって聞くような仕組みかもしれませんが、だから一概にその聞かれるかどうかはあれですけど、この場合とか、Z シェルだったら大体その設定がかかっているのでこうやって聞いてくれるはずですね。はい。ありました。はい、どうぞ。ファイル名に関しては、はい、なんかイベントみたいですね、規則というのは、なんか葛藤してます。実際は多分あるんだと思うんですが、あんまり気にしなくてもいいと思いますね。例えば拡張子がこんぐらいしなきゃいけないとか、そういうのはあんまり気にせずにやってますね。ただその、非常に長い名前とか、あと非常に深いディレクトリーのに掘っていくと、そのもしかしたらエラーが出るかもしれないですね。ちょっと記憶はないんですけど、
それで困ったことはないです。私から質問します。はい、どうぞどうぞ。そういう今講義資料ないやつで自分で例えばそれ Linux 上で組んでるコマンドを、うん、Windows なり Mac 上のテキストエディターで、うん、保存しておきたいじゃないですか皆さん、ね、でそういうのってコピーしようと思ってもコピーできないから、例えば Windows 上のテキストエディターに簡単なノートを作ることができないんです、うんうん、でコピーとかできないんです、ヒストリーとかをどう作るんですか、どうすればいいんでしょう。コピーできない、コピーできない、例えば Mac の今エディターを開いていただいて、はいはい、例えば MV のその CP コマンドとか MV コマンドとかっていうのを自分でこう検証後からしたいんですね、うんうん、ついていけなかったとしても、まあ例えばこうこうやって打ったりしますよね。で打ったりするようなコマンドを保存したいだけ。はい。それは自分でコピペすればいいんですか。コピペしてノートにつければだけ。例えばマイクロソフトのワードとかを開いて、はいはい、Windows の人は、はいはい、ワードを開いていて、Linux 上で打ってるコマンドを、はいはい、あとでだけ。コピペで検証してやりたいんで保存したいんです、うん、それができないんですよ、さっきやろうとしたらできなくて、なんかいくつかなんていうのかな、こう混乱があって、まずバイオリナックスのコマンドを Windows とかにコピペすることはこうやってなぞってですよ、なぞってクリップボードにコピーして Windows にペーストすればできます。できるんですか。できます。別の例えば Mac でやっていいのがあります。これ今バイオリナックスですよね。でこうやってなぞって右クリックしてコピーですね。で今 Mac ですけど、ペーストやるといきます。ショートカットでコントロール C コントロール V ってやるとそれできないかもしれない、それは多分できないです。っていうのはバイオリナックスの方でそのなんていうのかな、キーバインドっていうんですけど、そのショートカットが他に取られちゃっててそれは効かないんですよ。だからちょっと面倒くさいんだけど、右クリックして一時クリップボードのコピーとか、その右クリックしてペーストってやらないといけないです。それは非常に面倒くさいんだけど、一応コピペはできます。ありがとうございます。コントロール C コントロール V は Windows にはできないと、ということです。 Mac も同じで、 Mac もApple C Apple V でやるんですけど、それは効かないんですよ。ついでに、他にコマンダー質問ありますか。はい、ちょっと待ってね、今マイクがいきます。はい、今の件で、はいはい、アンスリー、はい、リズムで見れば、はい、全部見れば、今まで全部見れるんで、これ自身を、どこかに落とせば、全部、今日やったので、ごめんなさい、それは具体的にどのファイルかな。バッシリスリーか、全部見れる。これで合ってますかね。一応皆さんはこれに書かれているのかしら。私は設定をいじりすぎてしまって、なんかこの Z シェルヒストリーにちゃんと記録されているのが非常に不安だったので、あんまりこう口をつぐんでいたんですけど、
今皆さんちょっと確認してみましょうよ。あります。あります。私の環境ではありました。これはちゃんと打ったやつだったりしますよ。それは定かではないです。一応建前上はこういう例えば今 Z シェルを使っているので Z シェルヒストリーっていうところにコマンドの履歴が残っていると思いますが。例えば今私なんでこれぐちゃぐちゃになってるかというと、いろんなところにログインしたりとかこのターミナルを複数立ち上げたりするわけですよ。そうすると、例えばあるターミナルでコマンド打ちました、で今度隣のターミナルでコマンド打ちました、でも Z セルヒストリーは1個しかないわけですよ。でそうするとじゃあそのコマンドの記録がどうなってるのかっていうのがちょっとゴニョゴニョっと曖昧になっちゃうわけですね。だから多分まだ皆さんは素直に使ってターミナル1個でこう使ってるからこの Z シェルヒストリーが綺麗で見れるかもしれないですね。あとさっきお示ししたヒストリーっていうコマンドがあって、これは 今直近のいくらかだけ出してると思うんですけど、これも多分オプションがあってちょっと先取りですが件数変えられるんじゃないかな、どうだろう、ダメかな、長い、しかもよくわからない。ちなみに Z シェルヒストリー私でも最初にあるって言ったんですけど、ただ違うものが入ってるんですよ。私のやつはなかったです。他の方なんかあった方います？ちゃんと Z シェルヒストリーに打ったコマンドがちゃんとあったっていう方、なかった方いらっしゃいます？なかったっていうのがやっぱ多い。そうですよね。インストールしてる作業の、そうアメリカさんのインストール履歴がちょっと残ってるっぽいんです。そうですよね。これなんかね、私がゴジラのもなんなんだけど、なんかこの設定ファイルどこを読んでるのかいまいちつかめてなくて、Z シェルのなんか設定ファイルを見ても、なんか別のところで設定されてるようなことがなんか設定が見えるし、一体どうなってるのかなと思いながら今日ここに立ってしまいました。すいません。バイオリナックス OVA ファイル自体はバイオリナックスっていうたくさんのコマンドが入っているものを最初にこうダウンロードしているんですよ。でそこである程度の多くのプログラムはあるんですけども、プラスアルファでこの MGS の特殊コースで使うプログラムが入っていないんですね。ですからアミリアさんがその中のいくつかをインストールして環境設定したものを皆さんにはお配りしているということになるんです。ですから一回アミリーフさんをかましていて、アミリーフさんが、環境設定でどのようにされているかというところまでは、我々講師チームはちゃんとは把握していないという感じになるので、そういうことになります。で、今もうすでに7月末に BioLinux8 というやつとか実は出ていて、そのあたりについてのインストールのやり方とかまだ実は入れて用意はしていないので、今後ポストの西岡さんという方がそのやり方とかも載せる予定ですので、それで、自分でやっていくこととして、その Z セルヒストリーとかも分かっていくんじゃないかなと、期待しています。なんかうやむやになってしまいましたが他に何か質問があれば。お、結構皆さん質問が出てきた。よかったよかった。ちょっとだいぶ個人的な質問になっちゃうんですけど、はい、どうぞ。今、
ックをクライアントにして、はい、自分の Mac をクライアントにして、はい、で、ワークステーションで Linux 環境を作って、はい、自分の Mac から Linux を操作するっていう形で使ってるんですけど、はい、そのキーボードが、はい、その Linux とは、はいはい、例えばそうですね、コピーするときとかに、はい、Mac だとコマンド C だけど、はいはい、Linux だとコントロール C とか、あ、はいはい、その Linux 側のキーボード設定とかで、はい、はい、Mac のキーボードと同じように扱うことができるんですか？できますけれども、基本的に例えばさっきコントロール L でこれ消しましたよね。でこういう設定っていうのは、明日エディターの話をするんですけど、 Emacs っていうエディターがありまして、それのキーバインド の要するにあれなんですよ。だから Emacs で何かテキストをコピーするっていうバインドをやると、その Linux 上でコピーがいくわけですね。だからそうですね、確かに揃えることはできるんですけど、例えばそのエディターで自分は Emacs をこの先使っていこうとかなると、自然に Emacs でその例えばコントロール V でペーストするんじゃなくて、コントロール Y だったな、なんかで別のバインドでペーストを、キーバインドっていうんですけど、要するにそのどういうショートカットを使うか、はいはい、コントロールなんとかって、その どういうキーにどういう機能があてがわれてるのかっていうのが、その Linux では Emacs っていうエディターのそのショートカットのやり方を使ってるんですよ。あ、で慣れると多分そっちの方が 便利なんじゃないかと思うんですよ。そうなんですけど、そうするとその自分の Mac の方に戻ってきた時に、はいはい、間違えちゃうんですね。自分の、ターミナルを使っていってっていうことかな。いや、ターミナルだけの話じゃなくて、例えばその何ですかね、Linux の方でテキストを開いてるじゃないですか、はいはい、でそっちのテキストをコピーしたりとかするのって、はいはい、コントロール C コントロール V じゃないですか、はい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 、で Mac の方に戻ってきて例えばテキストをコピーしようとすると、はいはい、コマンド C コマンド V じゃないですか、はいはい、なんかそういうので間違えちゃうんです。ああ、気持ちは分かります。あと例えばまあそれはまあいいとし、いや、よくないんですけど、まあいいとしても、はいはい、エスケープ、はい、逆スラッシュが、はい、Mac だと一番右上 の縦棒のキー、はい、エンマークと縦棒のキーのところで打てると思うんですけど、はい、Linux だとエンマークが出ちゃって、あー、エスケープが出なくて、で今なんかそのいちいちカナ表示にしてそれを変換してやってるんですけど、それは、はい、あ、そうか、スラッシュですか、バックスラッシュ、スラッシュかな、バックスラッシュ、あの SK、 例えば正規表現とか使うときに この文字じゃなくて逆、こっちの方、はい、ああ、それはあのフォントの問題ですね。フォントの問題っていうのは、バックスラッシュが円マークになるのは、実際にバックスラッシュのところに円マークの形をしたものが当てがわれてるんですよ。実際にそれで動くのかなっていう。で、動くってどうですか。バックスラッシュをやらなきゃいけないところを円マークにして、はいはい、プロプロ動かない、あの正規表現とかで使うじゃないですか。ああ、でもそれは円マークになってるとダメなんですけど、はい、どうしたらいいですかね。なんか いろんなことが重なってるような気もしますが、はい、
ね、Windows とかでバックスラッシュが出ないっていうか表示されないのは確かにあるんですよ。で、それは EM マークで実際に動く時があるんですね。っていうのは EM マークの形をしたものとバックスラッシュの形をしたものが同じコードを使っていて、確かに表示上は EM マークが表示されてるんだけど、その向こうで機械が処理するときに EM マークにあてがわれたそのなんていうかな、バンチとバックスラッシュの形をしたものにあてがわれたもののバンチが一緒だから、こっちでは確かに EM マークに見えるんだけどバックスラッシュとして同じように処理されるっていう時があるんです。でもそれが動かないっていうのはやっぱりなんか別の原因があるので、まあ何らかの対策をしなきゃいけないんですけど、例えば他の記号はちゃんと出ますか、キーボード通りに。あ、出る、出ない。あ、出る、多分出る。一応その Linux の設定ファイルのかなり深いところに、どんな記号がどんな番地かっていうそのキーマップなんとかっていうのかなっていう設定ファイルがあるんですね。で、ちょっと確信はないんですけど、 Google さんに聞いてみると同じように困ってる人がいて、で解決してる人もラッキーだったらいるんですけど、探したんですけどね。なるほど、他のアップの方は確かにこうキーにないんですね、逆スラって。どうされてるんですかね、どうやって対処されてるんですか。なんか例えば設定で変えれたような気がするんですけど、エンマークをバックスラッシュに表示するっていう。あ、ちょっと見てみます。ウェブ設定で最高です。まだ解決しないかな。後でやりましょう。はい。もう一人の方。先ほどのコピーペーストのショートカットキーですけど、はい、Linux だと、私は Windows マシンですけど、はい、コントロールインサートとシフトインサートができます。それを Windows に戻すと、その、ショートカットできますけど。コントロールインサートと、コピペができる。コントロール C、コントロール V に変わることができると。あ、なるほど。それは知りませんでした。なるほど。私は知りませんでした。Mac だってどうやるんだろうな。なんか先生悩んでいられないんですよ。ファイルの名前を変えて、はい、っていうやつなんですけど、はい、例えばファイルの1から19にしたってあったやつを、はい、ファイルの21から30にしたいときってどうするんですか。ごめんなさい、もう一回言ってくる。 何番から何番かな。数字はまあいいんですけど、一度に複数のファイルを、はい、名前変えたりとか、はい、シーケンシャルでも、はい、まあなんか全然関係ない名前に変えるのは無理で、1から10を21から30、まあ、1から10を11から20分です。
一番簡単な例は例えば、今 .pl とかだったやつを、.text とかに全部変えるとかいうのは楽ちんですね。ただ、それはシェルスクリプトっていうのを使います。それは私が今日喋るのではなくて何日か後に誰かが喋ります。で、内容だけ言うとそのムーブコマンドをそのまず対象となるファイルはこいつらですよっていうのを情報取得してそれを一個一個渡してあげてムーブコマンドをかけてでおしまいっていうようなシェルスクリプトを何日か後に、皆さんをやることになります。で、そういうシェルスクリプトをやると、まあ、できるようになります。で、今言われた例えば11から15を16から20とかって数字を変えるのは結構難しいっていうかちょっと凝ったっていうのは数字部分を拾ってきてそれは数字だから5を足した数字が何なのかみたいなのを取ってでそれを返してあげてで、ファイル名としてムーブのそのリネーム先っていうのかな後の名前に指定するっていうのをちょっとごにょごにょ書かなきゃいけないので結構それは難しいですね。はい。はい、よろしいですか。さっきのコピーペーストの話なんですけど、はい、もう一つの方法として私が、シフトとコントロールと、はい、C もしくはシフトコントロール V を、はい、同時押しで、コピーができるので使います。それは Windows ですか Mac ですか。 Windows、 はい、わかりました。そうなんですよね。本当はそこも調べてこなきゃいけなかったんですが、いけんのかな。お、なんか言ったっぽいぞ。一応シフトコントロールでいけるのかな。いけそうな気がする。あ、行かねえか、ダメか。これはこうか。こうやっていた。いけそうでございます。いけそうでございますって、この小さいなこで言うのもなんだけど。コントロール C ってやって戻りましてでこうか。おお、いったいった。シフトコントロール C と V でいけるそうです。素晴らしい。今でね、やっぱり非常にこう私の助け合いの精神で。バイオリナックス側でシステムセッティングの方からキーボード入れようと入るところがあって、はい、そこで2位のショートカットを切ることができる。ああ、なるほど。なのでそっちでリナックス側で変えてしまえばいい、コントロールしたいなに変えてしまえばいいっていうのが一つと、はい、さっきのカルテスがおっしゃってたのコマンド理論ですね。で、ヒストリーで出すことができると思うんですが、はい、数字のヒストリーは出てこないと思うんですけど、ヒストリーの後に数字の1と出ると過去の全部ザラッとしますので、あ、ヒストリーで1を入れてファイルを立てるヒストリー、なるほど、なるほど、助かります。だんだん頭が取れてきてるかもしれない。こうか、こうか。おお、で、でちょっと先走って。おお、出た出た。ちょっとだけ先走って、
ご紹介すると、何枚か後のスライドにこのリダイレクトとパイプっていうのがあるんですけど、この下のパイプって縦棒ですね、これパイプって言うんですけど、こっちじゃない、今ヒストリー1ってやると全部表示されますっていう話がありました。こうやってね、でバーって表示されちゃうからレスかけたいなって思うわけですけど、これに例えばレスでヒストリーってやっても出ないわけですよ。レスの後にはファイル名とかが来るから。なのでヒストリーで見た結果をレスに渡したいなっていう時があるわけです。そういう時は縦棒でレスってやるとヒストリーの1って、要するに全部のヒストリーが出る結果がレスに渡されて、こうやって上から下までのんびり眺めることができるわけです。でこうでしょ、ヒストリーで普通に1ってやって、で縦棒、これパイプって言うんです。でこうするとヒストリー1の結果がレスに渡って、いかにもレスで何かを開いてるかのように結果が見られます。でよいしょ、もう一個そのようにリダイレクトっていうのを紹介してます。でこれは例えば今某体って、マッピングするやつかな、の結果をなんか例にしてますけど、これ普通にやっちゃうと例えば今のヒストリー1みたいにこう画面にバーって出るわけですよ。でこれをファイルに保存したいなっていう時はこう大なり記号で、なんかいかにもこの結果がこっちに入るかのような向きでこうやると、この結果がこの後ろになんかファイル名を書くわけですね。そうするとファイルで出力されます。ちょっとやってみましょう。じゃない、普通にヒストリー1だとバーって流れちゃうんだけど、何々記号で例えばヒストリー今日の日付っていうふうに第7記号で history.join です。まあ、こういうファイルができるわけです、この後ね。で、実行ってやると、特に何も言われなかったですけど、リースしてみると、ここに history.今日の日付っていうのができてまして、で、例えばこれを、レスとかで見て、おお、できとる、できとるって。いう感じでございます。他に何か質問ありますでしょうか。はいはい、いえいえ、先ほどデットヒストリーを、はい、の話が出たっていう、はいはい、マンっていうコマンドを使って、はいはい、調べられてたと思うんですけど、はいはい、あれはどういったことですか。あれはですね、この今日私が明日しゃべる分のやつの一番最後にですね、困った時はっていうのがありまして、ちょっと先取りしますけれども、これですね。マンっていうのはマニュアルの略で、マンですね。でマンの後ろにコマンド名、例えばさっき言ったヒストリーですけど、マンヒストリーってやると、どういうオプションがあるのかみたいなのの、ドキュメントが表示されるようになってます。でそれが使えるのは今日いろいろ紹介しているのは、この Z シェルの機能として用意されているコマンドなんですよ。例えば ls とか cd とかムーブっていうのは Z シェルの機能として持ってるコマンドなんですけど、そういうのはだいたいマンでコマンド名でやると
ヘルプ画面が出ます。で、この後例えばなんだカフリンクスとかサムツールズとかいろいろそのバイオインフォマティクスのツールを入れると思うんですけど、そういうのの場合はまあまあ、なんとかでもしかしたら出るのもあるかもしれないんですけど、大体はコマンド名を打った後、1個か2つハイフンを打ってその後ヘルプってやるか、もしくはハイフン H とかそういうふうにするか、まあ、もしくはただ普通に1コマンドだけ打つとヘルプが出るっていうことが多いです。で、まあ、あとは困った時はググると、例えばさっきだったヒストリー使い方でググると、さっきマンコマンドで使ったようなあのドキュメントの例えば日本この場合はさっきは英語が出てきたと思うんですけど、日本語版でヘルプが出てきたりとか、あとはまあ誰かが、よく使う機能だけまとめてくれて、まあ、なんか紹介ページを作ってくれたりするので、そういうのを見るっていうのも手ですね。川岡先生 の、 あのコマンド集で日本語が文字化けするというものがあるでしょうか。これをちょっと参加ですツイッターに答えが来てるという素晴らしい。ちょっとツイッターに答えが来ている。これお、あてかここにいる人じゃないですか。あ、つまりこれは、ね、あの文字化けした状態でそのまままずなんか Windows なり Mac にダウンロードしてドラッグ&ドロップでバイオリナックス上に置いた状態であれをやるということですね。はい、それどうぞ。今言ってることがよく分からなかったらいらっしゃいます。大丈夫。一応なんかそれ用の呪文もあるんです。あの例えば日本語の文字コードも3種類か4種類とかあって、で普通に開くとあのやっぱ文字化けしちゃうんですよ。であの困った時はブラウザにビッてやるとブラウザは賢いんでブラウザであの割と綺麗にあの見えますし、あとこの設定であの文字コード変えられたりするのでブラウザで見ちゃうのが一番手っ取り早いんですけど、確かにその困るのでここに中村さんのつぶやきで NKF はないけどって書いてますけど、割とこの NKF っていうコマンドで文字コードを直すことが多いですね。ただそのこの場合はアイコン部っていうのが入ってて、でこれでもまあ一応直せるということだそうです。はい、一体何の話だろうみたいな感じかもしれませんけれども、ちょっと明日しゃべるのの参考にはなったので、もしかしたら明日ちゃんとできるようにいけたらいいなぐらいでとどめたいと思います。